エコな話を聞きました猫です。エアコンの温度を控えめにしても猫を抱いていると暖かいんだって。みんな省エネを工夫しているみたい。そうそう、シャープも電気をよく使う冷蔵庫、エアコン、テレビをこんなに省エネにしたんだって。省エネ家電へ、 CO2 が少なくなる生活へ、エコロジークラスでいきましょう。シャープ。